ちゃこんにちは。はい、はい、ゆららさん。はい、はい、今度はパリーグです。そうだね、第2戦はい、行われましたが、はい、はい、まあ、豊かな視点ということでね、うん、第2戦、はい、パ・リーグのねクライマックスシリーズファーストステージ、はい、はい、はい、看板のちーちゃんよろしくね。よろしくお願いします、はい、まずはスタメン、はい、ね、こうなりました。こうなりました。昨日と少しずつ変わってますかね。ロッテは、まあ、ロッテはね、キャッチャーを変えてきただけで、そうですね、変わらずということでね、はい、ピッチャーは西野投手と有原投手ということで、はい、はい、でソフトバンクの方は、まあ、シュートを外して、そうですね、まあ、シュートは足の怪我かなんかっていう話だったんだけど、うん、まあ、三森が一番に入ったということね、はい、あとは上林が、うん、あスタメンに入ってきた。そうですね、ね、うん、それと今日の有原、西野有原に、うん、あの相性がいいのが DH に入ってる2人。なるほど、まあ、柳田とポランコ、うんうん、ね、まあ、ここら辺の前にランナーをどう貯めていくか、うん、まあ、そこが一つのポイントかなっていうふうには思ってる。はい、ね、っていうような先発オーダーでした。はい、はい、早速では、はい、試合を見ていきましょう。はい、こうなりました。はい、まず ね、結果もう出てるので、はい、3対1でソフトバンクということで、うん、そうだね、1勝1敗ずつということになりました。はい、はい、じゃあちょっと試合を追っていきたいと思うんですが、はい、初回、うん、ね、まあ、西野立ち上がりがね、うん、ちょっと問題のピッチャーなんだけど、はい、大体レギュラーシーズンでも 1,2 回にね、まあ、すごく失点するケースが多いんだけども、うん、まあ、どう切り抜けていくかというところで、はい、まあ、あの2番に入った川瀬がね、うん、ワンアウトから、まあ、センター前ヒットで出るんだよね、はい、で、まあ、相性のいい柳田、うん、ね、これがファーストの山口のファインプレーで、はい、あの川瀬がセカンドに進むんだよね、うんうん、まあ、ラインドヒットもかかってたことがあって、ツーアウトランナーセカンドを作り出す、はい、で昨日近藤、うんうん、最後の打席かな、ヒットは出たけども、うん、状態的にはあまり良くないなっていうふうに思ってたのね、うん、まあ、三振も多かったし、はい、そしたらレフト前にタイムリーということで、ね、まあ、さすが打点王、ホームラン王、うんうん、まあ、ここら辺はやっぱこう、まあ、相性うんぬんというよりもね、うんうん、なんか勝負強さを見せつけたなっていうような感じがするよね、はい、でその後中村ヒット、柳町、ショートゴロで、うん、まあ、1点だけで切り抜けてね、立ち上がっていくんだよね、はい、はい、でもまあ先取点を取られたということでね、うん、まあ、あんまりいい気持ちはしないけども。そうですよね。でその裏、はい、ね、こっちもワンアウトから藤岡がセンター前にヒット、うん、角中が、はい、もう実にうまい外にそのチェンジアップが投げられてたんだけどさ、うん、バットの先でライトに持っていくんだよね。はい、これで1・3塁を作る、うん、ね、で相性のいいポランコ、はい、センターに犠牲フライということで、うん、まあ、すかさず同点に追いついたということなんだよ ね。はい、うん、で3回、うん、で1番からの攻撃で、はい、三森が、一塁線を破ってツーベースヒット、うんうん、で川瀬をどうするかなと思ったら、まあ、バントからバッサーに切り替えてショートゴロだったんだけど、あの普通ね、反対側に飛んだらだショートゴロって言ったらセカンドランナーって自重するんだけど、うん、そうですよね、三森がねものすごいいいスタート切ったね、うん、まあ、ここら辺やっぱり走塁のセンスというかさ、三森の、うん、まあ、脚力が上回ったかなというような感じ、うん、で続いて、柳田、ね、ワンアウト、三塁ですね、そうそうそう、うん、で柳田、うん、もうインサイドのカットボールだったかフォークボールだったか、そんなボールをもうあっち向いてほいだよねもう本当にね、こんなやって打ったのが、うん、サードの頭を越えて、うん、これがツーベースになるんだよまあこれがやっぱ相性なのかなとか思ったんだよね。これがまたツーベースになるっていうところが、まあ、ちょっとロッテの不運、西野の不運だったんだけどもね。で近藤が、まあ、セカンドゴロ、うん、その間に柳田が、サードに進むという、うんうん、で1打席目にヒットを打ってる中村、はい、これがセンター前ヒット、はい、で、2点を取るんだよねこの回に ね、うん、ね、で慎重に行くんであれば、はい、このシリーズ柳町があんま当たってないんだよね。だから柳町と勝負に行ってもよかったのかなと思うんだけど、うん、まあ、1打席目に中村がね
ヒット打ってるだけにね、うん、だからまあここら辺のまあしょうがないかなっていうような、うん、まあ感じもするけどもね、うん、ね、なかなかまだこのね3回ではそこら辺が難しい判断になりますか、うん、まあ、そうだね、うん、ただ一点一点が重いからね相手がなぜかと言ったら有原だから、うん、ね、2桁勝ってるピッチャーだし、はい、もう本当に安定してるピッチャーだからね、うん、で反撃を見せたのが4回、はい、先頭バッターポランコ、うん、やっぱ相性だろうかね、フォアボールだったんだよね、はい、そしたら安田、うん、ね、インサイドを見せられて落とされて、うん、ファーストゴロ363のダブルプレーという、うん、ああこれ大きなねフォアボールならしないかなっていうふうに思ってたら、やっぱ本当にうまく低めに制球して、うん、振らしてくるね、なるほど、有原は、うん、で山口をセンターフライで、まあ、先頭が初めて出たんだけど、はい、4回にね、うん、無難に切り抜けたという、うん、はい、で次6回、はい、ね、6回も藤岡、ロッテの攻撃、ロッテの攻撃、はい、あの藤岡が、うん、ライト前ヒット、はい、ね、で角中スリーボールワンストライク、はいはい、ね、うん、有原がチェンジアップ投げるんだよ、うん、で角中はやっぱまっすぐが来ると思って1年の3で振りに行ったんだよね、はい、そしたら低めのボール球だったんだよ、うん、これを見逃しとけばね、フォアボールでノーアウト1、2塁、うん、まあだけどフルカウント、うん、まあ、当然角中、うん、あんま三振なんていうのは考えられないバッターだし、うん、まあ、なんとかしてくれるだろうと思って、うん、ランエンドヒットかけるんだよね、うん、そしたらインサイドのカットボール、うん、これはねやっぱ振っちゃうなあ、バッター心理からするとやっぱランナーも走ってるし、うん、なんとかしなきゃいけないということで振りにかかったのが、これも多分ボールだったと思うんだよ、はい、で甲斐が、藤岡を刺して三振ゲッツーということで、うん、ポランコの前にランナーをためれなかったというね、うん、なるほど、そのポランコもレフトフライという、うん、まあいい当たりだったんだけどもね、はい、はい、うん、で7回、はい、ね、ソフトバンクの攻撃、その後ですね、はい、うん、でファーストのエラーで柳田が出塁したんだよね、うん、あ、これやばいなと流れ的にね、うんうん、で近藤のところでランエンドヒットがかかって、はい、やっぱりセカンドに進んだんだけど、近藤はセカンドゴロで、まあ、ワンアウト、うん、まあ、中村をサードファーストフライ、うん、あ、サードファールフライ、はい、でここでピッチャー交代、中森に変えて、あ、鈴木に変えて中森なんだよね、はい、うんうん、でソフトバンクの方は野村、はい、大樹、柳町選手に変えての代打ですね。そうそう、ここは鈴木左が出てたから、うん、左が投げてたから野村で勝負に来たんだけど、うん、やっぱ中森をね右を出してきて、うん、まあ、野村に対応したという、うん、まあ、これを三振で取ったというね、はい、いうことなんだけども、ロッテの方は、うん、東、はい、鈴木、うん、中森、うん、沢村、うん、これでしのいだんだよね今日、うん、で3点に抑えてんの。中継ぎはね素晴らしい活躍をしたんだよね、うんうんうん、で、まあ、打つ方はやっぱこう有原にやっぱ肝心なところでダブルプレー取られるというさ、うん、まあ、実にうまい投球をされたというね、うん、いうことなんだけど、まあ今日のポイントというのは、はい、やっぱ角中の場面ね、うん、あの 3-1 から一球もういいやみたいな、まあランエンドヒットでいいやと思って、うん、振りにかからなければひょっとしたらノーアウト 1-2 塁、うん、ポランコピッチャーの心理からするとすごく嫌だったと思うんだよね、うん、相性がいいっていうのも有原分かってるだけに、うん、だからここをやっぱきっちり有原が打ち取れたということ、うん、ロッテ側とすると角中が機能しなかったということが、うん、まあ、ちょっとこの試合の展開を左右したかなっていうような感じがするんだよね。うん、なるほど、まあそういう試合で、はい、まあ1勝1敗になったという、ねね、両方とも1勝、明日勝った方、うん、まあソフトバンクは勝ちしかない、はい、でロッテの方は勝ちか引き分け、はい、なんだけどもね、うん、まあ、それで上に行けると、はい、でソフトバンクもう明日は総力戦になるだろうから、う
まあ三森が当たってきたということと、うん、まあ明日の周東が使えないということを考えると、うん、ちょっと心配なのは2番に入る打者なんだよね。うん、うん、だから川瀬が、うんうん、まあ今日最初のヒットで生還して、まあいい仕事はしてるんだけども、はい、ランナーがいるところでちょっと2回凡打してるんだよね。うん、だからそういう面では2番がポイントに、明日はポイントになってくるかなっていうような気がするよね。うん、明日はね、先発ロッテ大島投手、ソフトバンクは和田投手ということでね、うん、予告出てますけど、まあ大島は ZOZO マリンでは無類の強さを発揮するというね、うん、だから言えば試合を作ってくれるんじゃないかなという期待感がすごくあるんだよね。はい、でソフトバンクの方はいろいろ先発ピッチャーもちょっと余ってるというか、うん、坂東もいるし、まあ、いろんな、選手がいるんだよね、うん、だからそういう意味ではもう総力戦でつぎ込んでくると思うから、うん、まあ、ロッテの方は今日の攻撃を見てるとね、うん、少しノーアウトで出たランナーをいかに次の塁に送っていくのか、うん、まあ、そういうことが一つのポイントになってくるかなというね。明日はね、とにかくね、そんなにつなげないと思うよ、両チームとも、うん、だから小技、足技、うん、これが一つのポイントになるかなというふうには見て。なるほど、うん、へー。でロッテの方は石川慎吾、うん、岡大海、うん、これが結構当たってんだよね。はい、で明日は和田ということで、おそらくスターティングメンバーに入ってくると思うけども、この2人がポイントだね。なるほど、うん、でソフトバンクの方はおそらくそんなに変えてこないと思うよ、うんうんうん、まあそうだな、柳町をどうするかっていうとこぐらいだと思う。うん、うん、なるほど、はい、だから変わって入った選手がどのような働きをするかによって、うん、明日の勝負の行方っていうのは大きく左右してくるかなっていうふうには思うよね。うん、はい、ねえ、またね、ここに来てもパリーグはね、また3戦目まで来て、そうだね、うん、だからいい勝ち方をしたからといってそれが続かないんだよね、うん、だから今日ソフトバンクが勝った、うん、逆王手をかけた、うん、いや勢いが出てきたっていうこともなかなか言えないんだよ、パリーグの場合はね、うん、今シーズンはね、今シーズンはね、特にね、うん、まあまあ泣いても笑っても明日ね、どういう決まりますね、明日決まるんで、どちらかのチームは今シーズン最後の試合ということになりますので、そうだね、総力戦で、総力戦でね、戦うしかないですかね。はい、まあ、ロッテの方は、うん、今日東、うん、鈴木、うん、中森、沢村で、うん、勝ちパターンって言われる中継ぎを使ってないんだよね、うんうんうん、だからそういう意味ではやっぱこう心強い人間たちが待ち構えてるというね、うんうん、まあ、それを信じて、まあ大島なんか最初から飛ばしてほしいし、うん、まあ和田もそうだよね、うん、和田はやっぱベテランで、こういう試合何試合も投げてきてる男だけに、うん、そう簡単ではないと思うから、うん、まあ明日も接戦で、うん、まあ本当に面白い試合、うん、もう一球一球で流れが変わるみたいな、そういう試合がね、見れるような気がするね。はい、まあ明日も期待してます。はい、ね、またね、明日も動画をお送りすることができるんですね、これで ね。そうだね。はい。まあ頑張りますので、明日も見てください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい。はい。